言っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、瀬名です。はい、今回ですけども、こちらね、 YouTube の質問でいただいたんですけども、アーキキャドのその視点をね、1000データにする方法っていうのを詳しく説明していけたらなと思います。それでは早速やっていきましょう。モリモリの真似。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでね、アーキキャドの方へやってきたんですけども、はい、毎度おなじみ道の駅ですね。まあ、こちらで1000データを作りたいんですよ。今このメインパースですね、いつも結構載せてたんですけど、ツイッターとかにも、まあ、こちらをメインパースとして1000データ化したいと、そう思った時にですね、まず一つ絶対注意しとくべきことがございまして、まあそちらがですね、見てください。圧倒的にこの建築部材じゃない、建材じゃない、何か変な線がありますよね。もうこの線、まあ今出てますけど、出てる通りゾーンです。このゾーンっていうのは 3D で、まあ、アーキキャドでね、デフォルトの方でレイヤーが表示されていますので、まあこちらが結構邪魔なんですよね。1000データ化した時に今パッと出てると思うんですけども、左上か右上かに、まあこんな感じで1000データ上にも反映されてしまうので、これ邪魔なんで、絶対にまずクリックして、右クリックして、このレイヤーからレイヤーを隠すにしてください。でこれ隠してですね、まあ右クリック、まあめんどくさいってなったら、ドキュメントの、レイヤーツールからレイヤーモデルビューで、ここでゾーンを、まあこんな感じで目つぶってる状態にしていただくと OK です。で元に戻すときは、今のところで、目を開けるのか、もしくはデフォルトっていうのを押していただくと元に戻ります。これアーキキャドで設定されているデフォルトの設定なので、こちらをどうぞご活用ください。はい、ということでね、まあそんな感じで下準備注意点は一つ終えたということで、これから1000データをどんどんやっていきたいと思います。で僕が紹介する1000データの方法は2つありますので、まず1つ目やっていきます。まずですが、こちらですね、 3D スタイルを使ったものなんですけども、 3D スタイルの説明を一度していますね。以前の動画で一応やってはいるんですけども、こちらの OG ホワイトモデル影ありっていうのをクリックしてください。でこちらをクリックしますと、もう今の時点で分かりますよね。全部が真っ白になります。で真っ白になったんですが、こんな感じで曲線がちょっと現れないっていう、まあ 3D スタイルのちょっと弱点がございますので、まあこういった形の際はあまりこちらを使わない方がいいのかなと思います。でもう一つなんですけども、1000データにするときに、まあもう、まあさっき一つって言うけど、もう一つ注意点がございまして、こんな感じでですね、地面と接地しているのにもかかわらず、ここに線が入ってないみたいながあります。でここもですね、ただこっち側には入ってたり、あとこの上見た時にですね、上のここは入ってたり、ここも入ってたりと、いろいろ入っているところはあるんですが、こちらは入ってないですね。なんでかと言いますと、これ僕が処理をサボってるだけなんですけども、これですね、どういった処理が必要なのかと言いますと、これね、図面を立面図とか断面図とかをね、こうやって引いた時にですね、もう反映される話なんですけども、これここら辺は基本的に立面図、平面図からして見えないですよね、こうやって真横から見たら。なんで僕はこうやってサボってるんですけども、こういうところっていうのは絶対的に見えて、見えないといけないラインなので、僕はサボらずにやりました。でこの下処理っていうのはどうやるのって言いますと、今の状態だとね、この HP シェル、ちっちゃい HP シェルとこのスラブがね、まだこの重なり合ってない状態なんですよ。同じ場所に2つのものが存在してる状態、スラブとこちらの HP シェル、だから2つのものが存在しちゃってるので、別にここで境界線を張る必要がないわけですよ、アーキキャドからしたら。だからここでちゃんと境界線を張ってほしいっていうのを伝えるためにもですね、以前やりましたシフト C を押しまして、こちらのソリッド編集ですね、でターゲットを取得しまして、その後にスラブをですね、1、2とで減算をします。で実行します。するとですね、見てください、こんな感じで消しますね。こんな感じでちゃんと地面と、重なってる部分は減算されましたよってことで、3D でもちゃんとアーキキャドさんが理解してくれて線にしてくれると、まあ、そういう感じになります。こういう下準備がないとですね、なんか意味がわからない空間ができたり、なんでここを透明なんやみたいな、ここなんで透けてんねやみたいな空間ができちゃったりしますので、そちらの方をご注意くださいということでですね、はい、そんな感じでそこを注意していただいて、で先ほどの画角、大体今は大体でやりますね、戻りましてですね、でこれでコピーしたいと、この1000データが欲しいと、コピーしたい、 PDF にしたいとなりましたら、もうここでCtrl-P を押してください。
でコントロール P を押しましたらこの画面、まあ印刷ですね、ファイルから印刷でも OK です。しまして、この全てにして解像度だけ、まあ、品質、まあ、解像度をしようとかもいろいろやりましても、印刷と、であとは名前を入れるだけで OK です。まあこれで綺麗な一応線データ情報として作ることができます。でもう一つ方法があるんですけども、もう一つの方法を紹介していきたいと思います。でもう一つの方法なんですけども、こちらもまた右クリックをしてください。で右クリックをして 3D から新規 3D ドキュメントを作成をクリックします。でこちらの状態で、まあ、名前を YouTube にしておきますけども、こちらで作成としますね。じゃあこれちょっと時間かかりますが、はい、こんな感じで 3D の、まあ、線データ情報、先ほどとちょっとまあ違うんですけども、 3D の線データのパースができることが、作ることができました。でこの状態でですね、でまたちゃんとゾーンツールが隠れてるか確認して、でここ色あるじゃないかと思った方いらっしゃると思います。一応別に一応ね、このシンボルペンとかをこれ真っ黒にしたら、こんな感じでね、真っ黒にしたら一応一個一個こうやってねクリックしてクリックして全部黒に表示していけば、こんな感じで黒にすることができるんですけども、わざわざそれをすることがないんですよね。実はこれをするんじゃなしに、また先ほどみたいにコントロール P を押してください。じゃあこれ先ほどの図面を印刷ではなく 2D ドキュメントを印刷でできます。でこれで白黒をクリックしてください。で白黒をクリックした上でページと同じにしたら、まあ、この価格でちゃんと保存されますので、ページと同じ白黒にする。あとは大きさをページ設定で A3 で横みたいな感じで設定して、印刷と押して名前さえ入れれば OK です。とすればですね、まあ見といてください。はい、こんな感じで白黒の線データを作ることができました。いかがですかね。はい、そんな感じでね、今見ていただいた通り、ここで別に緑色とか青とかなっていても、ちゃんと印刷をするときにね、2D で印刷で白黒にしてあげれば、ちゃんと白黒の線データにできますので、まあそちらを使って学んだりとやってくださいという感じです。はい、ということでね、今回も YouTube のコメントの質問に答えていったんですけども、僕の中でちょっと勝手に線画データを白黒のデータと勘違いして、まあ、勘違いかどうかまだわかんないんですけども、白黒のデータってことで、まあ、3D スタイルと、まあ、3D ドキュメントの解説をしましたが、もしかしたら一本一本の線にしたいっていうお話だったのかなって、ちょっと今モヤモヤしてるんですけども、ちょっと不安がまだありますが、まあ、もしその場合はですね、イラストレーターに持って行って一本一本の線がデータにしたい場合でしたら、名前をつけて保存で DXF ファイルですねに保存していただけますと、イラストレーターに線データとして持っていくことができますので、ぜひそちらを活用してください。はい、そんな感じでね、質問に答えていきましたが、まあ、もし、まあ、これちょっとちゃうわっていう方がいらっしゃら連絡ください。またちょっと新しく上げ直しますので、速攻で。はい、そんな感じで今回の動画は以上になります。まあいいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。これからもどんどんモリモリの動画も増えていくので、そちらも応援よろしくお願いします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。